皆様こんにちは、シューカドー、ムニーアートアワード事務局からのお知らせでございます。ムニーアートアワードではですね、引き続きまして、募集活動をしております。で、本日もこの審査員のですね、皆様方に、コメントをいただいて、うちの田中社長とですね、対談をしていただきまして、その模様を YouTube などでアップしておりますけれども、今日はこのロイドワークスギャラリーの井浦さんにお越しいただきまして、いろいろ社長との対談、また後日、動画をアップしたいと思っております。なるほど。でただその中でですね、このブレイク前夜というのがですね、出演権というのがグランプリに副賞としてございますんですけども、井浦さんの方にも確認しまして、このブレイク前夜出演はですね、間違いないよと、グランプリの副賞として進めておりますということを本日確認をいたしました。私どものお取り扱いさせていただく作家さんでですね、ブレイク前夜に出演される作家さんというのは結構いらっしゃるんですね。そうですね、はい、内田すずめさん、そして、木原千春さ さん、そして村上ひとみさん、中国の村上ひとみさん、はい、そして、大吉さんですね。大吉さん、はい、先日の、はい、渋谷でお世話になった大吉さんですね、はい、BS 富士、ね、BS 富士ですね、はい、はい、たくさんのですね、新しいアーティスト、まあ登竜門として、長く続いている番組でございます。もう6年、そうですね、6年半ぐらいやってるとおっしゃってましたね、はいはい、ぜひそのブレイク前夜の出場権も副賞として、ありますので、ぜひご応募いただきたいと思います。ぜひぜひ、はい、はい、ムニアートアワード2021、募集受け付けております。ぜひ、皆様の応募をお待ちしております。よろしくお願いいたします。